こんにちは、ワイテルズ坂上です。シャワガンです。キニトキキリアンです。はい、ということで今回やっていくゲームはマイクラッシュ並べ。よいしょ。よいしょ。はい、よ。このマイクラ七並べというゲームはマイクラで七並べをするというやつです。うわ、わかりやすい。ちなみにでも7という数字に意味はないですよね、このゲーム実は。確かに、もう色並べ色並べ、ね、正しくはね。確かにトランプを普段使いますね、七並べというやつをやるときには。今回はそれをマイクラというやつに。あれトランプ七並べってんだ。はいはいはい、トランプ七並べがいつもやってるやつね。はい、で今日はマイクラ色並べ。色並べ七並べは別に七ばっか並べてるわけじゃないけど、はい、で、まあまあまあ、トランプをマイクラで再現するんだって。今回は色が1から13までの要は数字部分ですよね。数字並べじゃんトランプは。じゃあそれで言うなら何回言うねお前。お前はちょっとしこいぞ、いい加減に。おおお、はい、でね、今回はこの後ろに並んで黒から赤紫ぐらいまで16種類ありますね、実は。16、まあ、1から16みたいなイメージで持っておいた場合、はいはいはい、で、この横に並んでる羊毛、ガラス、コンクリートパウダー、そして革装備と、まあ、はいはいはい、色が染色できるものが4つ並んでて、まあ、これがいわゆるスートですね、はいはいはい、スペードとかハートとか、ああいうマークに相当するものになってて、まあ、色をつけていくと全部で 4×16 なんで64種類できるということですね。多いね。それをまず集めるフェーズをやり、すべて早い者勝ちでまず手札を揃えた上で、その後色並べフェーズに入るんですけど、まあ、色並べをするときにまたその話をします。はいはい、はいはい、多分調べするときにいっぱい手札があった方が有利なルールなんで、はい、うん、いっぱい集めようってことで、ね、いっぱい集めましょうと。はい、スペードのエースが3枚あるとかだとね、話変わってきちゃうんで、1枚しかありません。で最初に集めてきた人がこのカードを取れる。はいはいはい、ということです。理解してないやついる？いねえよな。気になるやん。バッテンマーク取れ。取った取った取ってます。あの俺だけ持ってきたらここにシルカボックス納品して入れて、はいはい、白の、はい、コンクリートパウダーを取ったんだったら、はい、はい、最近取りましたと、まあ、いうマークを。まあ、こういう感じでこれが埋まったら集めるフェーズ終わりっていうことなんで、はい、大変よ。まあ、一応ビリでも、まあ、ビリでも逆転はギリギリギリ救済措置が。じゃあ3-2-1でスタートしよう。これスタートダッシュ大事だからね。じゃあ金時、はい、3-2-1って3-2-1。わーしゃーよっしゃー。なになになに、これだよな。さすがに、いやもうやばい、羊向かってるやついる。いやもうね、サバイバルゆっくりやるんだよねこれね、実はね、本当は。いやそれは正直、ね、本当にわからんすぎる。一気に全部ダイナモンできて一気に納品してもらう。あーなるほどね、そろそろかなっつって。いや実際それはね、ある可能性があるんだよね。サバイバルを私は進めます。正直なんかどうやってやるのが一番いいのかは分かってない。これ基本あれだよね、人のかまどとか取るのはなしだよね。なしで、基本フェアでいきましょう。フェアで、フェアで、PVP もなしと。うん、いや、はい、結局ね、砂集めるとか羊毛集めるとかっていうサバイバル要素もあるんで。確かに砂集めるか、そっか。そう、ほらだから結構よし、早速納品します。あ、なるほどね。早ない早ない、そのまま野生のでいけんのか。え、よいしょ。一応あれね、革装備ってあれね、茶色じゃないからね。デフォルト。はい、一応ね。茶色に染色したら。まあこんな感じでね、こんな感じで納品して埋めていきます。何？何やられたわ。何納品したんだよ。チュートリアル役です僕は。うわあるわ、埋まってるわ。読んで、それ読んで。黒羊毛終わってます。黒羊毛か。黒羊毛。いたんだっけ？なんで白じゃん。いたんだよね。そうなんだよな、そのまま取れるから。待って、俺は何をしてるんだ、なんかうろうろしてる。もうダメだ。じゃあ2個目納品しようかな。ほいや、白羊毛だな。白羊毛やん。まあまあまあ、後々ですよ、そういうの。後々では全然最初の別にただね、最初はマジ最初はガチ。え、これ死にたい、どうしよう。やめて。いいんじゃない、死んでも。いい、できるし、ダメ。え、切るはちょっとダメ。いらねえよ、豚なんて。メテルズ特有のね、ところどころ細かいとこ厳しいんだよ。F3 は許可。あれあれだから。F3 はいいんだ。F3 は許可。それいいんだ。いや、F3 なんて使わないんじゃないですか、そんな。おいおい。っていう細かい人いるから。使った方がいい。いいんすか？まあ別に俺は使わないですけど、使いたいっていうなら使っていいっすよ。お、かっこいい。でもまあ僕はレシピブック使いますけどね。かっこ悪い。ダサい。やばい、鉄がね。鉄絶対いると思うよ。死にたい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 けど。鉄いるかな。いや、いらんか。
いらん。鉄なんか集めるぐらいだったら指しゃぶってた方がマシだと思うけど。じゃあ指しゃぶるか。言い過ぎだな。よっしゃ、いろいろ納品すっか。じゃあ、早い。早くない？ちょ、待ってくれ。そんなに君は早く何を見に行きたい？クラフティングテーブルを作って。いや、お前も占領だからな、ちょっと取っとかないと。かぼちゃってなんかなる、はい、何もならんかい。ならんくない。色がいいだけなんで。あんなにオレンジ茶色の羊毛クリア。おっ、やっぱ羊毛が宣言しなくていいのに。ああ、そうか。優しい。確かに。てか砂な、砂ない。砂は集めないといけないからな。そもそも砂漠をね、見つけないとお話にならないですから。そうなんだよね。よし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 。ジャングルでかすぎて無理だわ。もう一個、もう一個クリア。じゃあ茶色は大丈夫。あ、なるほどね。これもクリア。うわー、なんかやられてるよ。こんなもんか。やっぱ自分の色ぐらいは独占したいよね、やっぱ。あー、あー、なるほどね。美学ね。汗かけてきた。取るなよと。取るなよって言えね。全然水色欲しいけどね。全然緑だるいからあげる。確かに緑だ。こだわりがない自分の色に。火打ち締めつれたな今。お、開いてる開いてる。おいおいおい、ちょっと待ってくれ。いい。俺も今から入れるから。オッケー。あ、俺のか。俺持ってきたっけこれ。ねえ、お前俺の、お前俺のクラフティングテーブルを買いやがった。いいよ、じゃあ俺行くよ。じゃあ行くよ。あれ待ってる、ね、待って、めっちゃ待ってる。え、はい、埋めた。オッケーオッケー。ちょ、待って、まさに、はい、埋めた。何が待ってる、ここ、ここ何が待ってる。あ、黄色ね。待って、おい、黄色、あ、革装備か。あ、え、革装備早いな。牛スルーしてた、全然やべえ、やらかした。なんか、もうよし、オッケー入れた。あと、あ、取られたー。取られてる、取られてる。でけー、これでけー。もういらない、もういらない、このアイテム。この、ここに入れとこ。そう、よし、これで、これ全部入れる。あとなんかいけるのあるかな。はい、はい。いやー、あとちょっと一周いけんのあるな、いっとくか。はい、てん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 。殺してくれよ、元気で。いけれない。え、いやー、PVP 禁止なんで。許可出した。失礼します。おー、許可出しても別に殺すかどうかはこの人次第だろ。気持ちではない。このアピールしただけです。なんかもうね、動物が狩り尽くされてるんですよね。そうだよね。いや、でも本当に羊毛きついんじゃないかなっていう。動物に関してはそう、羊毛関係、羊毛関係、トントントン。あー、そっか、砂やかなきゃいけないんだ、大量に。まだそのか、それやってないね、全然。あれもさ、競合がいないんですよね、実は。え、競合がいないという言い方。さては君、砂集めに来。なので、集めないでください。はい、集めまーす。いや、砂は、砂集めなかったら2列行かれるから。2列独占なんだよね。2列独占はまずいでしょ。集めないでください。さあ、どんぐらい埋まってるかな。埋まってるねー。埋まってるねー。結構ね、埋まってますよ、もう。お、夜になった、スケルトン。早いなー。まあ、確かにスケルトンタイムだな。スケルトンマジ大事だから。白めっちゃ使うよ。革装備って大変じゃない？実はね、実はそうだよね。だってそれになんなら多分一番果てしないかもしれない。果てしない可能性ある。そうだよな。待て、やることが分かってない。ウィー、ね、分かんないね。ガチ分かる。今なんかちょっと歩いてた。もう当てもなく。分かる。そういう習慣あるよな。早っ。え、それ作るの早くね。ちょっと待って、全然俺やばいわ。マジか。何に対してっていうの。え、コンクリートパウダー早くない？え、好きじゃないの？俺じゃないんだよね。おいおい。あ、行っちゃった。いや、別にええわ。コンクリートパウダー早いね。砂利とかだって、砂利も言ってたでしょ。そうだね。砂利4つって結構地味に砂利4-4だからね。結構しんどさはあるんですよね、これ。え、全然足りねえな。やばい、やばい。え、しかも俺それ見ずにさ、作っちゃったんだけど。終わったわ。これ入れて。スケルティーない、スケルティー。で、この辺から被ってきそうで怖いな。はい、赤全部埋まりました。うわー、赤の羊毛占領捨ててください。えぐい。捨てないです、オレンジに必要なので。いや、赤紫に必要です。めっちゃ必要やんけ。いや、ピンクに必要です。めっちゃ必要やんけ。めっちゃ必要やん。ピンク作るのか、いいこと聞いた。やばい、行っちゃった。でも黒にしていい。あれってさ、何のかな。これ何色になる、君。あ、黒ね。あ、マジ。え、お前マジ。え、お前マジ。
こうして、あざす、もしかして薄灰色ですかそれ、もしかして。これどうやって作んの、これ何色、あ、これ俺のこと殺してくれ、サンキュー、ひたく、よし、え、待って、これ何、これないよな、ちょ待って、なんか襲われてます、あれな、砂がない、砂がない、あれどうやって作んだよあの色、殺して殺して殺して、うわ最悪もう、あーあーあー、待って待って、待って、いるいるいる、なんかいる、見えるやん、これとこれ、一旦出るか、てんてん、ここは、はい、いっぱいいるね、ここ、いっぱいいる、いっぱいいます、え、てかまだあれ埋まってねえのかよ、やるわやるわやるわ、待って待って待って、いろいろと足りない、いろいろと全然足んない、入れます、はい、入れました、はい、まずいなこれ、待って待って待って、はい、入れま、これ入れました、はいはい、まず意外とこれ、これ、あとなんだ、やめろお前そういう入れ方すんの、あとこれだ、はい、間違えた、土じゃない、土じゃない、あー、それもあるのね、ブロック、あの色どうやって作るの、マジで、ね、あの色どうやって作るかがわからないんだけど、はい、うわ、うん、あ、じゃあ無理だ、緑必要やん、無理や、こうしといて、あ、埋まってるね、結構埋まってるね、埋まってきてんのよ、お兄さん、マジか、え、怖いんだけど、砂集めてからこれ10分、砂ない、砂がない、え、ないんだけど、結局キリア見つけてるでしょ、俺見つけてるよ、困るな、まあ探しはあるよそりゃね、マジでない、いや、まあ、海がさ、海なくね、砂がやばいんだよね、あ、知らなかった、え、茶色の革装備ってもう爆速で入れるやつでいいの、あれ、いや違う、一応染めるんだよね、あれ染めなきゃいけない、プレーンじゃないってことね、なんかそれ埋まってなかったもん、はい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 、いやいや、確認しただけ、あ、確認ね、はいはい、別に俺が入れたいとか思ってないし、うわ、これは何この色、砂な、砂漠な、どこないよね、え、待って、ちょっと、うわ、この色が、この色がキーか、なるほどな、お前黄色って名前知らなかったこの色がキーじゃない、この色がキーか、俺もただ歩いてる時間になってる今。マジただ歩いてる時間。ないな。俺さっきここまで来てたの。俺同じとこ来てんじゃん。バカじゃん。そうなんもないわ。マジで無駄な時間歩いてるだけ今。マジで無駄な時間歩いてるウーマンになっちゃった。そうか、性別不詳だからウーマンかもしれないな。待って、死にたくない。死にたくない。前を死にたくない。死にたくない。危ねえ。お前を殺すしかない、キリアン殺したわけじゃないですね、肌から聞いてるとそう聞こえなくないです、聞こえちゃうよね、今の会話完全にシャーク俺のこと殺そうとしてたな、なんか全然雰囲気違うとこ来た、雰囲気違うとこ、雪ある雪、雰囲気違うとこ来て、こんだけ歩いてね、雰囲気は違うんだけど雪しかねえな、雪があんの逆に、雪を白羊毛と騙して入れたりとかしてる人いない、大丈夫バレなきゃいい、わかるよ、わかんの、え、わかんのえそのターンになったらわかるよあいーっつって雪置いてみるねー、まずおしこれが必要で、価値格村みっけ、うわー強っ、 何が強いの村って、わかんないけど強そうじゃない、お前ら価格いつだやんけ、適当に喋りやがってこの野郎、え、絶対でもなんかありそうじゃん、なんかありそうってわけだこれ置いて、うわ、え、すっごいなんもないよ、ちなみに今無駄な時間過ごしてる俺俺は有意義だよ、有意義、マジ、うん、だいぶ有意義、投資した甲斐があった、投資、よしよし、散歩に投資、散歩で、こうするやん、あれ、チャリで、詰めて、あれ、なんのあれでしょ、なんのあれ、それ説明見てなかったっけ、俺、うわ、時間、有意義じゃなかった、あ、有意義じゃなかったねそれ有意義じゃないね、有意義じゃないな、それ、今俺かまどで砂焼きながらいろいろ焦ったのに全然有意義じゃないとりあえずこれ焼いといて、お肉ね、お肉焼いといて、お肉だし、はい、焼いてんの、こうして全然砂とか焼いてるわけじゃないんだからねなんかめんどくせえやついるな、ガラスのコスパの悪さよ、ガラスのコスパの悪さはえぐいね、マジでえぐいねえなー、よし、あと、あーそこも、あーそこ先作ればよかった
ちょっとガラス早く焼けて、もういいや、いいや、カカオ、カカオ取りに行こう、カカオ。カカオ取りに行く。何やった？え、なんでカカオ？え、茶色欲しいなって思って。え、じゃあ俺先読めちゃうか。はぁ言わなきゃよかったわ、マジでこういうの。大丈夫か。はいはい。誰のかわからない感はあるんだけど、使わないで僕は。両親の。両親が。そうだ。一旦俺も納品行こう。何も。誰のかわからないあのクラフティングテーブルは使います。クラフティングテーブルはしょうがない、減らねえからな。あーこれなんだ、有意義、有意義、有意義。死にながら砂掘ってる。あーそれわかるわ、わかるマジでわかる。こうでしょ。マジでめちゃめちゃ理解したわ。よっしゃ帰ってきた。どんだけ待ってる、埋まってるなー。うーわやばいなこれ。え、埋まりすぎじゃない？よいしょ、よいしょ、埋まりすぎじゃない？よいしょ、よいしょ、オッケー。で、で、俺にあとできることなんだ？埋まりすぎじゃない？やばい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 、 やばい。帰るの怖い。うーわ、怖いよ。怖っ。怖っ。え、できないんだけど帰ってきたのに、なんも。そんなことある？怖いね、それ。あんな遠くまで行ったのに。終わった、終わった、終わった。埋まってんだけど、俺何やってんの今。じゃあもうキリアンがめっちゃ埋めたってことじゃん。いやどうですかね、これは。そういうことじゃん。ちなみにね、羊毛ら辺をシャー君と中身に独占されてるからね、俺その辺タッチできてないんだよね。そしてその辺は、待って、死ねない、助けて。マジか。死ねない、死ねない。あれは違う、あれは違う。はい、ツタから滑り落ちた。そうなるんだ。初めて見た。埋まっとる、埋まっとる。ちょっと待って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 。あれ作りたい、あれだけ作らせて。ちょっと待って、ダメだ、ちょっと行った。人のかまど触んなよお前。俺の自分のな、あれ。よし、できた。ここ埋まってないのでかい。え、これ何位ぐらいなんだろう俺。え、全然なんだけど。全然なんだけど。全然なんだけど。結局初動だったかもわからんこれ。結構、ま、早いな。まだ2時間かかるかも。ね、かキリアンが想像以上に集めてる説はね、結構あるかも。いや、わかんないよ。赤、赤とかあの辺全部終わってんだよね、もうなんか。気がついたら。いや、俺そんなだと思うけどね、多分。思うけど。じゃあ誰が集めてんのって話。そうなんだよ。そうなんだよ。これ調べる。誰が止めてんのって言ってるのと一緒だから。ちなみにこれ緑ってもう埋まってるんですか？緑ね、一個も埋まってないですよ。おお。え、嘘？サボテン手に入れたんすか？マジ？いや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 、探してる途中なんですよね。手に入れた瞬間に1個、うわあ、12個ぐらい やりたいよね。やばいやばいやばい。確かに。緑必要なもん。マジで、ね、緑ゲーだよ今。緑ゲーだよね今。緑必要なもんみたいな、ほぼ今マジで。もうね、行ってもいない。緑持たずに行って後悔した。やることねえやつで。砂漠見つけてーよ。砂漠見つけてーな。なんでないんだよ、ジャングルあんのによ。青回りも意外とないぞ。まだ。オッケー。それは。お。いやあるよ。いやあるよ。ごめん。あるわ。おいないが。てかないじゃん。長。長。長って感じっすよね。ラピス掘れば。ラピスか。いや、こうならんやろ。ならんな。こうならんやろ。こいつ騙されてるぞ。おい、めっちゃ砂漠やん、こんな。キスいらんね。おい、紫まっすぐ。めっちゃ砂漠に見えるやん、これ。砂漠のふりして砂漠じゃないやついた。価値格だと思ったのに。めっちゃ砂漠っぽい。全然やることないんだけど。やることはあるだろう。砂漠だな、マジで。おい、花ってよく見ると。赤と黄色しかねえな。青がマジでないんだよな。青穴場なの。え、帰りたいけど帰りたくねえ。全然ないじゃん。帰りたいけど帰りたくねえな、めちゃくちゃ。全然無理やん今。青どこだよ。青の花がね、本当にない。赤とピンクありすぎだろ。何本あんだよ。青持ってんだよ。でも俺持ってっけど帰れねえよこんなの。え、でも今帰っても君意味ないよ。砂漠、帰るな。砂漠を見つけるまで俺は帰れない。うん、帰る。まだ帰るな。砂漠見つけるまで帰らないっていう意志の強さいいね。
絶対に帰らないです。行ったらマジで一発逆転だからな。そういや俺はそれをするじゃん。マジ俺マジ全然埋めてないからね。ちなみに海青いな。それぐらいの感じじゃないと。海は知っている。これ水バケツ染料にならないですか。どういうことや。どういうこと。血迷ってるやついるわ。あ待って、全部焼いちゃダメだこれで。違うよ、マジで赤い花ばっかなんだけど。青がないんだって。変えたい、変えたいけど変えたくない。何にこれ、何にこれ。あれって何色だこれ。これ何色。どうせ薄灰色なんだよな。なんか花と染料の知識がモリモリついてる。あこれ白なんだ。コップなくても作れんだ。白、俺を殺してくれ。花でね。えそれ今気づいたの。今気づいた。え、めっちゃスケルトン買ってた。え作れんの。三流、三流、三流ピューロランドだわ。あなんでその同じこと思いつくの。ウィッチ待って、早まるな。ウィッチ水色のガラスは窓だよね。ウィッチ早まるな。いけるやん。よっしゃ、お前は、お前は何で誰もやってないこれ。もっと偉大な、偉大な魔術師になれる。よっしゃ、ソライロガラス来た。うわぁ、ソライロもいけんのか、青があると。でも帰れない、俺は。俺は帰れない。俺は砂漠を。空色。見つける罠カメラ。空色。見つける罠カメラ。とっさ。はっ？え？え？よしよしよし、空色コンクリートカメラ。はっ？え？え？消えたんだけど、アイテム。え？はい、リプレイでーす。出て入ったら。はい。はい。はい、消えました。そんなことある。はい、消えました。はい、消えるって。はい、消えました。どういう状況ですか。どういう状況。マジでねえ、もう萎えた、もう萎えた。俺もいいわ。白、あ、白があんのか。まだ白いけるよ。黒ってなんだっけ。イカスミ。イカスミね。白、白、川、帽子、クリア。待って待って待って、川装備なんでそんなあんの。オレンジ、川装備クリア。待って待って、川装備あんま埋めないでほしいよね。うわお花畑来た。お前オレンジ革装備クリアっつった。うん、おいざけんなよ。いやまあやってないんだけどさ。やってないんかい。青大量、緑が関わってるとこ本当に無理なんだけど。よしよしよし、任せろ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 、まあまあまあ任せなさい。中にやるわ。じゃあ何を。緑があれば作れるやつ。緑があれば作れるやつ俺にくれんの。あーマジ。え違う、俺さこれをさ、これをなくしたんよね。黒、青あげよっか、いっぱい取ったよ。黒か。いやでももう青あっても、結局俺は多分砂漠を探しに行かないといけないな。え、青もしかして今もうあっても意味ない。あっても意味ないね、実際。まあ青緑でね。いや青緑必要です。青緑で、そう、青必要なんだけど、でも結局緑がないとダメだから、今緑が人権。よし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 、ね、緑で12個いけるよマジで。勝ち確です、勝ち確です。嘘取った。いやいやいや、違う違う、言ってるだけ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 、どうせ言ってるだけ。なんでわかるんだよお前。ブラフうまいからな金時。な金時ブラフ上手だから。ブラッファーだからね。金時バッチの方角行ったの。協力しようなんならもう終わんないよ動画。はい、わかんない、もう俺行ったか。いやちょっと俺も旅に出るしかないようだなこれは。なんであいつ俺にくれたの。よくわかんないんだけど。いやコマスターだから。ああ優しいの、ね、余ってるものをあげる。あなた優しいのね。そんな困ってる人に手を差し伸べられるなんて。エアビーチ、エアビー、エアビーだな。ギリアン、ギリアン今リスポンしてみます。砂漠探しの剣だけです。おい、 いや今探しに行ってます。行ってます。おい終わんねえぞこの動画。満を持して今砂漠探しの旅に出た。マジで、え本当に砂漠ってなくなったよね。確かなくなったね。なんか確かに減った気はするね。ジャングルとメサに食われたわ。そう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 。ジャングルとメサめちゃめちゃ出るようになったよな。あんな死ぬほどあったのに。山越えの越え。これまた、また旅に出なきゃいけないこれもしかして。でももう砂漠を見つけたもんがこのゲームの覇者と言っても差し支えない。そうです。しかも砂漠取ってさ、あの辺埋められたらさ、なんか隣接するあそこら辺のブロック全部取れるっていうのは死並べ的に超強い。確かに。
確かに調べ的に強いね、あれゲットしてるとようやく人権だと思うんだよな俺。だ人爆発してるってことは人通ってんのか。そうです、その先に砂漠はない。じゃあ方向変えるか。獅子類類の屍の上に成り立ってますからね。そういうことね。てかさ、なんかさ、昔あったさ、なんとか月ボートシリーズってさ、どうなったの？あるでしょ。なんかなかったアイテムで。チェスト月ボートとかでしょ。あるあるある。作れんのそんなの？あるあるある。かまど月ボートじゃないよ。かまど月ボートあんじゃなかったっけ？かまど月ボート。サバイバルだ作んないで。確かにね。意外と便利説あるよ、それ。かまど付きボートあったら便利。焼きながら移動するとか。焼きながら移動できるとか。俺だけ、俺らがやろうとしてる企画系結構あったら便利じゃん。嬉しい。確かに。あ、え？サバった。サバったね。サバ。おい。お前かい、サバった。お前かよ。かい。どこだよ。普通のトークな。なんでだよ。そういうことだよ。マジ？おーい。なこれ。あるやん。そんなことある？金時もしかして探し物苦手かもね。桜木町ずっとさまようタイプだ。ああ。行きますか、行きますか、こっち。駅のホームと。そんなとこにいるはずもないのにな。うん。ガチで見つけた？うん、今も。じゃあ一旦帰ろう。一旦俺が持ってるものが。え、もう、本当に見てるだけなの？ほん、いや、微妙にある。微妙に。オッケーオッケー。一旦その、2個ぐらいあった気が。願いを。あ、気づいた。いや見つかんねえなー。え、これ砂漠ちゃん。緑すぎない。こんなん砂漠やろ。緑だな。いや一個しかねえやんけ。砂漠ちゃうんかーい。あ、なんかいるわ。あれ仲間か。うわ、めっちゃ砂漠っぽいところ歩いてるやついる。じゃあ一応これも。じゃあまた、あ、本当にあと緑だけです。マジ？本当にもういよいよ緑だけです。じゃあ俺がこの握りしめてるイカスミはもういらないってことね。そういうことになりますね。あの空色のガラスからしいね。めっちゃさすがにね、もう空虚なガラス。さすがに空虚なガラス、気がつけばそれむつうつむいて。知らない？知らなかった。で出てくる、いや出てくる出てくる。お、二時。はい。え、あ、本当なんだ。なんかありそうな曲名言ってみたのかと思った。確かに。それ感がすごかったな。いやでも結構ね、材料足んないから。お。じゃあまだ砂漠チャンスはあるんだ。うん。なんならもう。砂漠くんついてこうぜ。もうあげるよ。あげるよって。いらないものを交換しようぜ。お。交換しようぜ。物々交換制度。交換しようぜ、じゃあもう。何が欲しい？逆にお前何が欲しいんだよ。ブーツが3つ必要なんでしょ？そうだね。そうだね。ブーツないもんね。2個しか。ああ。ブーツ分は誰かにやるよ。もやったー。あ、じゃあ俺欲しい。正直だな。欲しいや。みんな欲しいわ。どういうシステムなのか分からんけど、なら欲しいかな。俺も別に皮持ってないんだよ。俺は持ってはいるけど。緑色の羊毛でしょ。はい。やばいやばいやばい、やられてます。あ、緑あるよ、はい、1個。やった、1個もらえた。お、変なの読めんだよ、変なの読めんだよ、マジで。マジで優しい。変なの読めんだよ。え、どれだったら受けていいよ。ぶつけなりよ。ぶつけ無理だな。おい、なんだよ。おい、じゃあ俺が埋めてやるよ。じゃあ俺が埋めてやるよ。あー、早い。じゃあ、やっぱ羊毛系かな。おい、やめろやめろやめろ。いや、いいやん、いいやん、羊毛系ぐらい。よこせよこせ、緑よこせなさい。羊毛系も緑よこしなさい。羊毛系も全部埋めました。緑よこしなさい。うわ緑？はい、緑、はい、緑、はい。あら、俺のこの旅は何も意味なかったのか。よし、オッケー。サービス緑ないですか、鮭さん。なんか待ったな、今俺が作ったやつ。やられてますよ。おい、はい、いいけどもう。チャケさん、じゃあこれあげますよ、これ。んな、チャケさん。何？チャケさん、これあげるんで緑1個ください。お。お、それいいですね。それいいですね。お願いします。あ、いや、それ？いや、それ1個と緑交換ってさ、いや、いや、金時はもう、金時はもう埋めたから、じゃないわ。だってほら、まだある、まだある。あ、は？おい、2個持ってんだ、こいつ。お前じゃあ、思ってんだよ。じゃあ、ギリア、お前は遅かった。そう、ガチで、お前は遅かった。装備だし、装備作っただけだし。最強、最強、あー青緑。やばい、見ていることしかできない。俺たちはもう指を加えて緑が埋まるのを見ていく。でも、なんか鮭が緑埋めるのエモいわ。もういらん、その、ほら、あげるよ。
いらんいらんいらん、これ全部いらん、全部プレゼントしよう。邪魔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 くさ邪魔くさ。あとはガラス遅延行為でしかない。はい、クリアです。はい、全部回りましたと。はい、回りました。綺麗。それではここから運命の七並べタイムが始まるんですが、その前に、はい、皆さんじゃあこちらにね来ていただけると分かるんですけど、こちら4位の人にはですね、はい、このエンダードラゴンジョーカーなんですけど、ジョーカー3枚、はい、1位の人は0枚ということで、はいはいはい、まあ、七並べで使える、うん、まあ、どこにでも置ける最強カードみたいな、はい、が付与されます。が付与されます。どうぞ、はい、もらってください。はいはい、もらいます。わかんない、数が。言い訳だ。で、これは何の順位かというと、埋めれた数ですね。埋めれた数で決まります。はい、まあ、持ち札の数ですね。はい、これね、全員公開するってことだからね。まあ、いわゆる、まあ、公開というか数字だけね、数字だけね。そうだね。はい。はい、じゃあこれ数えてください。はい。はい。ああ、でも。一斉に数字書きますか。はい。はい。くぅせー。9 早いよ、言うの。いくよ、せーの、はい、多いな、キュでも、でも結構そんな変わらないんだね。そんな変わらないやん。そうなんだ、マジか。ということで、じゃあまず金時さんがジョーカーを3枚獲得です。はい、持ってます、もうすでに金時はでも思ったより差ついたんだ。僕が3位なので2個もらいます。じゃあ私1個もらいます。はい、はい、ちなみにルールね、はい、まあ、最初これなんですけど、まあ、俺が適当に選んだ場所にそのアイテムを置きますね。まあ、これで、はい、置きます。置いたら次の人はブーツの欄を置きたい場合はそのサイドしか置くことができなくなります。はいはいはい、はい、右左、今回で赤と黄色のブーツしか置けなくなります。並んだら綺麗なんじゃない、実は。確かにね。ジョーカーは隣接してないと置けません。で、本来それを持ってる人はもう出せない。そうだね。そうね、うん、で、まあ、ジョーカーとか使っても何してももう置けないよってなった人は脱落で、脱落した人の手札はもうそのまま嫌味に葬り去られますね。はい、悲しい。知らありません。で、まあ、脱落が3人出た場合残った人が勝ちと。はい。はい。はい。で、最後に自分の手札を使い切った人が、まあ、いっぱいいた場合はその中で埋めた数の多い人が勝ちと。はい、まあ、そうなってくるとシャー君とか有利かもねって感じでね。そうね。そうだね。はいはい、中盤までいけば有利ですね。ということでいきます。はい。はい、お、あ、違う。え？例じゃないんかい。ああ。こっちで、はい、はい。次はもう、ね、次キリアンサイドしか置けないです。はい、いや、そしたら、俺不利なところがあって、そこをまず置いちゃうっていうのがいいと思うんで、ほい。はい、じゃあここで。なるほどね。確かにそこね、その辺から甘い思ってるのは。いや、甘いな。で、俺か。甘いな。じゃあ、キリア結構持ってんだよな、手札。ここかな？青緑、いきなり青緑のガラスいった。ここ行くんだ。ここなんだ。わかんない。戦略とかはよくわかってない。とりあえず置いてみて。もう俺もここ一択だな。え？え？置けなくない？置けないよ。もう置けないよ。置けないよ。あのガラス列はもう置いてるんで。一択だなら、じゃあ失格ですか。そこ一択。そこしかないですか、もう。あ、もうじゃあこれしかない。もう一択。あ、もうじゃあこれしかないわ。これしかない。これしかない。本当に。マジ？マジか。え？マジか。コンクリートパウダー。脱落早い。あ、でも分かる。ジョーカー見つけた。ジョーカーがある。ジョーカー見つけた。あ、三つポンポンポン置きあり。そっか、ガラス置かれたらもう終わりなのか。終わったな。あ、そういうね。ってことは別に最初有利。最初不利でもない。そうかもね。はある、ね、まあまあ、まあでも手持ちによるな。でもわかんない。マジで七並べの戦い方本当にわかんない。サッカー。分かってる人いんのかな。本当にわかんない。七並べの必勝法とか。でも一旦、でも隣置いてもいいんだよな。隣置いてもいいんだよな。ガラスの。そうだよ。ガラスの空色。そね、おお、それもシャケもそれ。シャケそこを左止めたようなもんだもん。そうなんだよな。え、だったら俺は逆に進めるよ。ガラスの青。はい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 、はい。優しいですね。じゃあどうしようかな。やっぱ手札多いやつ止めがちだから、ね。逆にこうかな。ここ。おお、なるほど。薄灰の矢を用もう。もうジョーカー置くしかないので。おお。だからこっちだね。自分が最大限生きるような。ということで赤紫、紫のガラス作ります。なるほどね。うわ、なるほどね。別にそこ次置こうと思ってたのに。
てかもう俺でこれどうなの、てか考え方むずこれ、ジョーカーを置かれるってのはどうなんだろうね。いやフリーです。てか俺さ、ジョーカーないから何を置けるのを置かなきゃいけないから。確かにシャー君は結構、はい、多いとはいえちょっと大変なんじゃない。俺が持ってるやつさ、俺か、俺が持ってるやつどっちなん、これわかんないんだけど、色じゃ判別ができない。書いてあるでしょ。書いてないんだよね、ブーツって。書いてない、色コードでしか書いてない。コードだね。これ灰色とサイどっちなんか、じゃあ僕これ置きますね。赤コン、ね、え、はいはい、赤コン、この色何か、わかんないわかんないわかんない、わかんないんだねこれ。そうか、わかんないんだけど、薄灰っぽくない。多分薄灰だよな。あ、そうそうそう、そこ置かないと俺次ジョーカー置くから。2連続ジョーカー、はい、はい、でこれがいけるんですね。で反対側は繋がってるってことだよね。はい、首の皮すぎ、はい、俺ブーツで時間稼ぎ、あー、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。まあコンパルか。おいいぞ、置いて。いやいや、これか、俺だよね。うんうん、ほんのみんな緑っぽい色持ってないんだな、みんな多分。そう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 、本当にそう。はいはいはい、で次キリアンここ置かないと俺ジョーカー置くからね。あー、ほんと、うん、この脅し何。置くジョーカー置くから絶対置かざるを得ない、これは置くから許してください。だって一旦消されるってことだからね、ジョーカー置かれると選択肢を消される。そうだ、ね、確かに鮭さんだよね。あ、俺か、鮭です。はい、ピンク羊毛いきます。ピンク羊毛、じゃあ私です。灰色ガラス、ちゃんとね、脅しに乗ります。灰色ガラスね。そうね、はい、だから僕はこうですよね。だからこうですよね。お、ああそうなるんだ。来ました、鮭だろどうせ持って。はい、薄灰色のガラスです。はい、あ、で次赤いオム置いてください。すごい、あーすごい、ジョーカー持ってるっていうのが実質無限ジョーカーだ。これすごいぞ。いやでも、でも多分これ俺多分全部なんなら全部出して終わるんじゃない。なんか全部尽きるよ、もしかして。よいしょ、あ、黒用も来た。おってことはこっちもいけるようになったわけ。はい、赤紫解放です。はい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 、いけるね。いやちょっとこれ意外に埋まるんじゃないか、ね、なんか埋まるんじゃないこれ。確かに金だけはなくて出さなくそうだからな。ね、なしでだから続く。あ、次ピンクガラスに置くよ。俺は別に置かなくてもいいけど。なんかすごい高度な心理戦が。心理戦じゃねえだろ、はい、脅しか。脅しだよ、脅し。どうしようかな。なんかないですかね。俺別に置けないんだよね。いや、ガラスが埋まりそうだな。ガラスが埋まりそうだね。あそこ止められてんの誰。俺なんだよね。俺だからだよ。いや、どこだ。違うよ、シャー君だよ多分。はい、下は俺なんだよな。うん、まあそうだね。もう置くぞジョーカー、お前止めたら。コマンドキリアンだろ。はい、1個あんだよ。どっちでもだな、マジで。静かなゲーム。地味だね。地味なゲームです。おっ、おっ、きたー。ブーツが動きました。だね、ブーツ席止めでせこいんよな。そうなんよね、この辺でさ、一回止まるんよ。止まるだもんね。止まるね。止まるよね。どうしよう。まあでもこれしか置けねえわ、もう。おっと、白コンクリ、隣の色連続して持ってるって結構強いんだよね。俺結構感触取ってるから、ね、確かに確かに確かに、隣連続強いわ。俺紫ライン結構持ってるんだよ、ね、実は。逆にこれ無理だな。逆に無理。逆に無理いけると思った。うーん、まあじゃあもう逆にもう、お、最後緑バーストして死ぬ。これで手持ち持って死のうかな。うわ。あ、もうおい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 、それやると多分俺ら嫌だね。出し切ってもらっちゃった方がいい。全員不幸に。どうしよう。これあそこで使うか。はい、はい、コンピ。ああ、なるほどね。緑コンピです。どうしよう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 。
ちょ、ガラス金石と同じ感じになる可能性あるんだ。ガラスがな、え、俺が持ってるガラスの場所ゴミすぎる。なんだよこれ。ピンクだけ持ってないの。いや、あの、ね、まあもう言っちゃうんですけど、僕のガラスオレンジと黄色です。いや、俺が止めてんだよ。両サイド止めてる。あれ。カウンターだ。終わったな、終わったわ。まあいいよ、じゃあこっちから攻めます。はい、パウダーいらないんだよな、はいはい、パウダーマジでいらないんだよな。4を、はいはいはい、あ、ヒノキです。はいはいはい、バストー。おーうわ、なんか持ってバーストした。バーストして赤い、赤いの持ってんの。バーストして赤いガラス持ってバーストして、バーストして粉雪熱唱します。重力もらもらもら。はい、ということで、ここから絶対にジョーカーじゃないとベルナイマスが登場します。うわ、俺か。いやでもね、コンパウを結構持ってるんで、あ、しばらくいけるんですよ。コンパウ置いた、コンパウ灰色。おっ、ついに羊毛揃いました。羊毛揃ったね。エンドラ入ると汚ねえな。汚い汚い。さあシャーク、羊毛のエンドラね、どっちも俺だからね。俺結構手札あんまりキラーと変わんなくてある。お、あるんじゃない。こら、いいことを聞きましたぞ。ブーツ、ブーツやったし、ブーツじゃないと俺めっちゃ抱えて死ぬよ、ちなみに。はい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 、ありがとうなっす。あ、入っちゃった。お前かよ、キラーってんの。そうだよ、だから困ってたんだよ。お前かよ。そっちじゃ意味ないけど、でも俺これ生き延びるためには。だって俺左行けないもん。こうせざるを得ないもんな。おお、なるほど。あー、うーわ、ちなみに緑を持ってるのは俺なんだよな。じゃあ止まったじゃん、完全に。ミキトマ、ジョーカー以外に。次俺、うん、え、はいはいはい、緑色のコンクリート。すごいね。いやでもね、俺もうね、置けないんよ、実は。茶色コンパウ中村。はい、バスト。おー、あー、中村あれマシかも。なるほど。ジョーカーなしも。ジョーカー今5出てるから俺が1個持ってるわけだ。うわ、やばい、めっちゃめっちゃ持ってます。めっちゃ持ったな。おい、シャー君大丈夫かそれ。だからこれもう右側完全に、まあ、エンドラ持ってないんだよな。多分ね、鮭が持ってる青緑色のブーツが死んだ、これで。あ、完全にエシした。エシですね。エシした。あ、じゃあもう 100% いけないこれが。さあ、どうすんの、どうすんの。あ、まあそこはあるよね。ジョーカーないっていうの。まあ空色のコンパウですよね。はい。あでまた次青緑コンパウって。いやでも俺はもうこっちコンパウなんだよね。はい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 。うーわー、コンパゼロだったな。え、これやばいな、これやばいよ。やばいんじゃない俺これ意外と。どうする。いや、お前は席止めすぎた。そうなんだよね。やっぱね、緑をね止めるっていうのがやっぱね。はい、ああ、次俺なんだよね。そう、次じゃあもうこうするってことだ。はい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 。さあ、ね、君はどうする。でもこれでキリアンもうジョーカー完全に付け切ったからね。そうだね。ジョーカー全部お互いパスできません。はい、もうないですよ。はい。ああ、じゃあジリがジリジリ寄るか。うわうわ、だるい。ジリジリジリ。だるいんだけど。はい。はい、お、はい、ジリ。さあ、はい、どうだ、はいはい、これでも意外とキリア有利になってんじゃない今。はい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 、バソー。おー生き残ったー。そうなん。いや、持ってる場所が良かったのかもね、キリア。いや、俺の残りね、こことここだからね、あと2ターン生きられた。次よ。この辺のブーツは何、金時を持って死んだ感じ。俺は黒と緑しか持ってないよ。灰色のブーツあれ。え、俺黒のブーツ持ってるよ。え君が持ってるの灰色じゃない。灰色です。これが黒でしょ。あ、それ灰色だね。灰色だね。うん、本当だ。あ、でも金時がバーストした時はすでにもうないから。あれあったんだっけ。覚えてねえな。いや、多分あったよ。あったか。あ、これ灰色か。それ灰色だね。え、それがあったら俺もうちょっと生き延びれた。まあ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 ややこしいんでなかったことにします。ちなみにそれぞれの手札、まあ大体分かったけどどんな感じだったのか気になるよね。ちょっと見ていいっすか。見ますか。じゃあ
金時のほら。こらはい。ででん。おお。少ない。少ねえだろ。これ、これでよく戦った。そりゃ少ねえだろ。よう頑張ったこれ。よう頑張った。確かにガラスで結構耐えてたもんな。いや、砂漠探してる時間がマジだって、ちょっとほぼゼロだもん。確かにそうだ。最終的に砂漠それで見つけらんなかったっていう、ね。いやでも見つかったらプラス12だったら、ね、20ぐらいに、ね。まあ平均よりは多いですよ、ね。全然戦えるぐらいなんです。うん、で中身見ていいですか？寄ってるな。めっちゃめっちゃ綺麗けど。めっちゃ綺麗。その辺取ってるやついたな。すぐ取ってるやついたわ。確かに。いたわなんか。早いやついたわそこ。コンパはゼロじゃん。コンパゼロなんですよね。ああ、ね、そうだったんだね。ジャリアジャリスなんですね。すごいね。初動と感触。初動と感触。右の方。すごいね。そこないもん。すぐ埋まってて。そこ次やろうかなって思った時のタイミングでどんどんやられてて。いや、ちなみにコンパウないのは、あの、僕のところにほぼあるからなんですけど。ほんまや。あの、コンパウが赤から左が全部あんだよね。で、そっから一周して青まで続いてるから。ね、強。オレンジ。代わりにだから、ブーツで勝負、ブーツがしんどいんだね。そう、ブーツと羊毛が11だから。11。だから最初に羊毛を置いたんだよね。最初だから例えばだけど鮭がコンパを黄色置いてたら結構キリはきつかったんだ多分。あ、そうだね。いやでもめっちゃつながってたおかげでなんかブーツとか羊毛とかでみんなが争ってる間にゆっくりゆっくりコンパを進められたから。確かに単純にコンパ持ってたらさ、あの見ての通りやっぱコンパを他の人もあんま持ってないからさ、わざわざ置かれないんだよね。そう、あの置かれないんだよね、あのあれを、ジョーカー置かれない、まず。で、シャア君が、うわ、緑。まあ、緑が多い。緑が多い。緑なかったら、めっちゃ薄い。も確かに、いや、俺、黒白関係がほどないかな。ああ、カラフルだね。ということで、はい、長きにわたる戦いを終えて、シャア君の勝利じゃない。じゃない。やっぱね、ヘイト管理が大事ですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。